よいしょ、いいぞこんばんは、エクスペンダブルです。いいぞえー、皆さんスタジオ周辺にお越しくださりありがとうございます本日唯一のインストバンドエクスペンダブルです。歌なんかなくても楽しめますけどっていうのね、あの音を使ったエンターテインメントを届けできたらいいなと思って作りました。よろしくお願いします。まず一番というか、この空間がいい。皆さん、エクスペンダブルズという映画を見てください。1、2、3シリーズあるんで、それ見たらなんでエクスペンダブルズってあの名前付けたかが分かると思うんで、ジェットリーじゃない？僕ですあ、ジェットリーです。ジェイソン・セイサムです。ソロはソロ、ソロじゃない、俳優のね。ソロはソロ、一番かっこいいハゲですから、まあ、みたいなねかっこいいノリでつけましたみんな強いからエクスペンダブルズいいみたいなね、ありがとうございます、はい、ありがとう。いろいろ周年ということで何をやったら楽しいかとかね、あの僕スタッフなんですけど、スペシャルのいろいろ考えたんですけど、やっぱ俺はベースしか弾けないので、じゃあもう弾いたろと思って歌なんかいらないと思って、ね、あのベースしか弾けないバカ野郎です。でこいつらも死ぬまで音楽やってるやっていくんじゃねえかってね、絶対ね、絶対死ぬまで音楽やっていくバカ野郎たちのもんで、ね、そんなバカ野郎たちを受け入れてくれるのってやっぱりねライブハウスなんですわ、俺たちがバカ野郎で続けれるのはライブハウスがあるからなんだよね。スペースゼロ、僕スタッフですけど、おめでとうございます。いや、じゃあもう行くか。あ、行こう行こう、聞くべ。あ、ごめんなさい、次の曲は、世界のスタンダードナンバークロスロードっていう曲です。やっぱ知らない人もいると思うけど、あのそれをめっちゃ速くした感じです。納金クロスロードじゃあ行こう。
オブスタンダードナンバークリームよりクロスロード納金バージョンでシャーゲット。ギター仙台ターンバックラディアよりミヘヨウィドラムス大将大将おめえが一番だ。そしてステージ上で馬車馬のように働いているイサナです。ありがとう。やるかい。よし、もうやろう。エクステンダブルでした。ありがとう。